こんにちは、おのりんです。今日はですね、リッジのスマホからのアクセスということで iPhone での接続の仕方をご紹介したいと思います。それではですね、 iPhone にまずはリッジのアプリリッジカムというのをインストールしていただく必要があります。リッジカム、どんな形かというのはですね、これからご説明していこうと思います。こういう形でもって縦型も横型もできますよという形で、様々な機能があります。楽しみですね。それではこのインストールが終わったというところから見ていきたいと思います。はい、管理画面になります。管理画面から、ゲストに対して招待の QR コードというのを送る必要があるので、こちらの方ですね、この招待の画面からアプリの出演者に対してこの QR コードというのを送っていただきたいと思うんですね。はい、QR コード届きました。この QR コードをですね、このまんまではいわゆるメッセージのところに見えているという状態ですので、一度保存をしてですね、こちら長押しをこうしますとですね、保存ができるという形になりますから、この保存をした形でもって、実際に、写真のアプリの方から、開いていただくというような形になります。それではリッジカムで開くという形でスマホのアプリに入っていきたいと思います。まあ、ニックネームを決めてくださいということで、私の場合はということで確定と、で今後もこの名前で入りますよという形で入室をします。この状態のところで、まずは、スタンバイしている、この、まあ、丸マークというのがまだスタートしてない状態なんですね。それでは、ここまでできたということで、今度は管理画面の方に戻ってみましょう。管理画面ではこちらを終了という形でこう見ています。先ほどのこの画面の丸ボタンを押します。はい、もうこちらに入ってきてますね。こんな形でもって、今のスマホの映像が入ってくるというような形になってます。で、まあもう一個ね、実はスマホがあって、こういう格好で2つスマホ体制で、今入ってるというようなことができるようになっています。まあとっても簡単ですけれども、スマホからのログインということがこれで実現するという非常に簡単なオペレーションになります。ぜひログインしてみてください。